平成29年11月3日から4日の2日間、阿蘇市内の牧の阿蘇市立阿蘇体育館で、第11回阿蘇市文化祭が開催されました。昨年は熊本地震の影響で文化祭としては開催されなかったため、2年ぶりの開催となりました。会場には阿蘇市の小中学生の作品や、各教室による絵画や書道などおよそ600点が展示されていました。またステージ部門では2日間で延べ75の団体が日本舞踊や社交ダンスなどを披露し、会場を盛り上げていました。